それでは深く。いよいよ明日開幕します。本当にみんなの力を合わせて今年は絶対昇格したいと思っているので、一緒に戦って明日いい勝利を上げてリーグ優勝しましょう。応援お願いします。なしよ、お前あれ、あれ読めよ、はい、大きい声で奈良を愛する全ての人と共にやってやろうぜ、2014年奈良クラブサポーターついてこい。はい、明日開幕です。みんな準備万端。明日は必ず勝ち点3を取って帰るので、皆さん応援よろしくお願いします。ついに明日開幕。あのね、この年になっても開幕前はやっぱ緊張する。この緊張感味わいたいからやっぱ選手続けてるんやからね。でやっぱ開幕で勝って勢いに乗っていけるのか、ほんま大事な試合やから、もう一人でも多くの人が駆けつけてくれて一緒に戦ってほしい。頼むぞ。いよいよ明日、開幕するんですけれども、チームすごいいい状態で仕上がってますし、明日、僕たちの戦ってる姿をお見せできると思いますし、ぜひちょっと遠いところなんですけれども、皆さん、見に来ていただいて、一緒に勝利を分かち合いましょう。そして来週またホーム開幕戦あるんで、そこにつなげる試合もできたらいいなと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。ゴールキーパーのシュナイダー潤之介です。明日いよいよ開幕戦です。独特の緊張感がある中、選手たちは 100% の力を出し切れるか難しい試合です。なのでぜひサポーターの皆さん、試合を応援に来てください。僕たちの背中を後押ししてください。必ず勝って、昇格に向けてこの開幕戦を勝たなきゃいけない試合です。昇格できるように、開幕戦皆さんで戦いましょう。そして一緒に喜びましょう。劇場一緒にやりましょう。応援よろしくお願いします。背番号27番清水です。明日から開幕するということで、もうみんな意気込み語ってくれてると思うんで、まあ、僕も意気込みというか、まあ3年目なんで、とりあえずチームのために全力尽くして岡山劇場ならぬなんとか劇場できるようにやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。いよいよ明日開幕ですけど、まあ、僕らサポーターまあ、いつも通り一生懸命盛り上げるだけです。もっともっと、この野球含めて、たくさんの人が盛り上げていただければと思いますので、チーム、サポーター、スタッフ、スポンサー様、みんな、一体のだって、しっかり1年間頑張っていきましょう。よろしくお願いします。頑張りましょう。いよいよ明日開幕ですが、今シーズン必ず昇格するために、サポーターの皆さんの力必要です。クラブと選手とスポンサーサポーターも奈良県すべてが一つになって昇格を果たしましょう。今シーズン1年よろしくお願いします。